皆さんこんにちは。マクロ経済学の問題から穴埋め問題のパターンとして固定的生産係数の産業連環表の計算問題についてお話の方をしていきます。問題はこちらになります。通常産業連環表の問題だと、縦のラインと横のラインを合わせて芋づる式でこの空欄、例えば X と Y というものを求めていくんですけども、この問題のように固定的な生産係数の産業連環表というふうに指定されているような場合だと、その変化の割合ですね、その変化の割合というものを見ながらこの X と Y というものを求める、その方程式を作っていくという作業が必要になってきます。で、変化の割合というのはどういうことなのかっていうと、この問題では雇用量が第一部門においては108、第二部門においては264増加したっていうふうに書いてあります。つまりその増加したその割合を見ながら、そこで中間需要や生産量も同率で増加をするので、その割合を見て方程式を作っていくということになっていきます。具体的には例えば第一部門において雇用量が A% 増加をしたというふうに書いてあると、この A% というパーセントは第一部門において例えば中間需要や生産量、こうしたものに関しても同様に A% の増加率になっているはずであるという、ここがポイントになっています。さて早速計算の方を入っていくことにしましょう。まず方程式の1本目です。これは何もその文章を考えなくて、そのままの方程式はここで組むことができます。X と Y が入っているのは第一部門です。ですから、第一部門において、30と X と40を足し算したものが Y になっているということです。ですから X プラス70がイコール Y になっているということです。これがまず1本目です。もう1本目の方程式の方はこの変化の割合というものを使ってやっていくことになります。読んでいきましょう。今最終需要が第一部門で10、第二部門で20増加をしたというふうに書いてあります。ですから40が50になって10が30になったということです。その時に雇用量が第一部門においては108です。第二部門においては264増加をしたというふうに書いてあります。こっちが108大きくなったんですね。そしてこちらの方が264大きくなったということです。こちらの方を A として、こちらの方を B として、下の方で計算をしておきましょう。まず第一部門 A のところです。 A 108大きくなった、180のものが108大きくなったということで、その変化の割合というものはどれくらい大きくなったのかというと 0.6 です。つまり 60% 増加をしたということが言えています。次です。2番目です。 B の方、第2部門においては今度は300から、300であったものが264増加をしたということなので、 B の方264÷300で 0.88 です。つまり
0.88 なので 88% 大きくなったということが言えています。このような形でそれぞれ第1部門第2部門の増加どれぐらい増加をしたのかというその大きさが出ました。こちらの方が 60%、 第1部門においては 60%、 そしてこちら第2部門においては 88% です。増加をしたということになっています。ですのでここで改めて X と Y というものがあるこの第一部門の方程式というものを組むことができるようになります。やっていきましょう。まず30のものが 60% 大きくなるんですから、そうすると 30×60% 大きくなるので 1.6 です。足し算することの X は 88% 増加をするんですから 1.88X です。そして最終需要は40から50に大きくなったので足し算することの50です。イコール総生産量 Y というものはこれは第一部門なので第一部門というのは 60% 大きくなるということなので Y はやっぱりここでも 60% 増加をするということになります。つまり 1.6Y になるでしょう。このような形で、その変化後の、方程式というものを組むことができます。ここが48になりますので48と50を足し算して、98ですね。つまりここで整理をすると 1.88x プラス98イコール 1.6y というもう1本目の方程式をこのようにして導出をすることができるということです。そしてここで1と2の連立方程式を解くことによってこの x と y を求めていくというこういう作業ですね。そうすると連立方程式を組みます。 x プラス70イコール y 1番目、2番目が 1.88x プラス98イコール 1.6y です。2番目で、この連立方程式ちょっと小数が入っているので、面倒ですよね。で、1番の方を、1を 1.6 倍するのがいいと思います。そうすると 1.6x プラス112イコール1.6y というこんな形になります。ですからここでですね、これ1ダッシュというふうにしておきます。1ダッシュと2というのがここで 1.6y という1.6y という形で一致しますので、この2つを合わせることができるということです。2つ合わせると 0.28x イコール14になるので x イコール50、 y イコール126を出すことができるということです。 x イコール50、 正解は3になります。